戸郷、さすがに今日の出来じゃ、阪神打線はさすがに抑えられへんと思うわ。それは多分、おそらく戸郷自身も一番よくわかってると思うけど、今日はさすがにね、あれじゃ厳しいと思うわ。で、ほんまに、隙が多すぎる、ジャイアンツは。見えないエラー多すぎる。隙がありすぎる。そんなんじゃ、広島とか阪神に勝てるわけないやろ。あと、デーブコーチ、デーブ大久保コーチ、どんな指示出してんねん。お前、ゾーン上げろみたいな、しょうもない指示だけ出してんちゃうで、ほんまに。まあ、今日に関しては、村上投手と、坂本捕手にほんまにやられてるわ。あんだけコントロール良くて、あんだけ頭のいいキャッチャーが来てたら、なかなか打つ難しいわ。ただ、もうそれが分かってるんやったら、あんだけコントロールいいの分かってんねんから、もう、球種じゃなくて左右で張れよ。コースで。まっすぐカット、なんだ、まっすぐとカットと、ツーシームか。まっすぐカット、スライダーか。で、ぐらいで、80% ぐらいあんねんから、まっすぐカットフォークや。まっすぐカットフォークで 80% 以上あんねんから、85% 以上あんねんから、もうあんだけコントロールいいんやったら、もうコースで張るしかないって。もう割り切れよ。はい、てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元ジャイアンツの選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。はい、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今年中にですね、チャンネル登録1万人、1000人違うよ。1万人をね、目指しておりますので、ぜひまだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、先ほど終わりましたジャイアンツ対タイガースの試合解説をやっていこうかなというふうに思うんですけども、はい、結果から言いますとね、8対1で阪神が、勝ったゲームになっております。はい。はい、まあね、実力差がはっきり出たような、ゲームだったんですけども、まあね、この動画の流れといたしましては、まず、得点シーンを振り返っていきます。はい、得点シーンに関してはね、ハイライトを見た方がいいと思いますので、僕の概要欄のところに、今日のハイライト貼っときますんで、そちらご覧ください。はい、で、僕の動画で、見てほしいのは、この右側、僕なりの視点で、時系列的に、こう、解説、徹底解説、野球が分からない方にも分かりやすく、野球を知ってる方にも、ああ、そういう考えなんだというふうに分かるような内容を、発信していきますので、こちらのハイライトというか、こちらの得点シーンは、飛ばしてもらっていいんで、YouTube ね、僕もそうですけども、こうスキップしますんで、全然スキップしてもらって構わないんで、こちらの側の内容をね、ぜひ見ていってください。はい、ジャイアンツファンで、ジャイアンツファンの方であったりとか、タイガースファンの方ももちろんですけども、アマチュアでね、野球を頑張ってる少年少女の、たちであったりとか、野球を、指導者として、やってる方なんかも見てもすごく面白いと思いますし、頭の勉強にもなりますんでね、ぜひ見ていってください。特に、まあ、いつもは言わないんですけども、特に今日の試合に関しては、非常にね、まあ、僕は元キャッチャーなんで、あれなんですけども、非常に配球というかね、相手の打者の心理であったりとか、非常にハイレベルな、解説をこちらでやっていきますんで、ぜひね、野球やってる方であったりとか、野球が好きな方見てったら面白いかな、ああ、そういう考えでやってるんだっていう風に絶対思ってもらえる内容だと思うので、ぜひね、見ててください。じゃあ、さらっとね、まず特典シーン振り返っていきます。はい、3回表にまず、2アウト2塁から森下選手がホームラン、ツーランホームランを放ちまして2点。これが、今日のポイントになりますね。で、3回裏、1アウト2塁から長野さんがショートゴロを打ちましたと。で、木浪選手が、2塁ランナーがこう3塁に走ったんでね、送球したんですけども、佐藤選手が、エラーしまして、これで1点を、返します。で、4回表にワンアウト3塁から坂本選手が、インコース構えのまっすぐが甘く入りまして、レフト前のタイムリーで、1点を追加。5回表にワンアウト1、2塁から佐藤選手が2塁打を放ちまして2点。で、ここですね。で、ワンアウト3塁からノイジー選手が、4球連続まっすぐのところを、ライト前に打ちまして、
この回3点。で、6回表にワンアウト3塁から森下選手の、フェンスもうちょい入るんじゃないかなっていう風な打球の犠牲フライで1点を追加。で、8回表は、ワンアウトから近本選手の、ホームランというところで1点追加で8対1というようなゲームになっております。まあ、いわゆる惨敗というやつなんですけども、この惨敗の試合の中にも、すごくね、面白い駆け引きであったりとか、ポイントがありますんでね。そこをね、元プロの、視点、特にキャッチャー、僕はキャッチャーだったんで、ね、よく、配球とかは、まあ、ある程度わかるのでね、よく怒られて、どつかれながら、まあ、どつかれってあんま良くないかもしれないですけども、いっぱいこう、お叱りを受けながらね、たくさん試合を見てメモを取りながら、いろいろ考えた、経験がありますんで、ある程度配球に関して、野球に関しては、詳しいというふうに自負しておりますので、それを皆さんに、これからこの試合を使って伝えていこうというふうに思います。はい、今日はね、非常に僕先ほど言いましたけども、非常にハイレベルというかね、非常に僕にとっては面白い、こんだけ点差開きましたけども、面白い、試合でしたので、ちょっと皆さんにね、ぜひ共有させていただきたいというふうに思います。はい、まず2回裏なんですけども、これね、坂本丸、大城、三者連続三振というとこなんですけども、非常にね、これはね、まあ、村上投手のコントロールもそうですし、捕手のね、坂本捕手の配球というところが光った、ところでございますと。坂本さんに関しては、ストレートから、ストレート勝負から最後フォークで落とすと。で、三振。で、丸さんに関しては、1球目スローカーブを投げた後に全部ストレート。そっから4球か5球全部ストレート。で、三振取ります。で、大城さんに関しては、カットボール、フォークで、追い込んで、最後ストレートで、三振を取っております。じゃあ、これ一個一個解説していくとね、まあ、坂本さんは、いいですわ。まあ、まっすぐで、まあ、おそらく坂本さんはね、カットボールというかね、村上投手はカットボールがいいっていうふうにもう分かってますんでね、おそらくカットであったりとかフォークを狙ってたんですけども、それをあえてね、もうストレートで追い込んでしまって、逆に、これ、まっすぐで来るんかとか思わしといて最後フォークで、三振というところで、非常に坂本選手がね、洞察力が、すごかったというところですね。で、この丸さんに関しては逆にこうスローカーブから入って、あと全部4球か5球全部まっすぐで、三振取るんですよ。で、大城さんに関してはその前のバッターの丸さん、特に左バッターですよね。で、ま、大城さんも左バッターなんで、大体バッターっていうのは同じ、利き打ちのバッターに対する配球っていうのは絶対必ず見てるもんなんですけども、特にその前のバッターの丸さんがストレート、ほとんどストレートで三振を捉えてるっていうことで、大城さんはね、ストレートへのマークが強くなるんですよ。あれ今日ストレート走ってんのかなとか、こんだけ丸さんがこう空振りするって、俺もまっすぐこう、張っていかないとまっすぐ捉えられへんぞとか思ってしまうわけですよ。で、そこで、それを逆手に取って、カットであったりとか、フォークで追い込んで、あ、これ変化球勝負で来るわと思わしといて、最後ね、この、丸さんが空振りをしたストレートで仕留めるというところで、完璧に全部裏を書いてる。打者のこの心理であったりとか、反応なんかを見て、全部その狙ってないボールを投げてるっていうところはね、非常にこの、もう見事としか言いようがないんですよ。もう、この、だから僕、坂本選手であったりとか、中村捕手っていうのはいい捕手っていうふうに言ってるんですけども、こういう配球ができるっていうところがね、非常にね、もう本当に、見ててね、もう、敵ながらすごいなって思っちゃうわけですよ。でね、この3者連続3者を捉えた後のこの3回表ね、まあ、今日のポイントになる、ツーランホームランがある、僕がポイントだと思ってるのはこのツーランホームランで、今日まあ、戸郷投手の、ペースが乱れたというふうに思ってるんですけども、まずね、先頭の村上投手なんですけども、今日ね、序盤からもうストレートの、制球、まあ変化球もあんまり良くなかったんですけど、初めは。もう分かってるわけですよ。で、そこで、よく、プロ野球であるんですけども、ピッチャーってあんまりこう、打撃が良くないので、セリーグっていうのはピッチャーが打席に入るので、ピッチャーっていうのは打率が低いじゃないですか。だから、ここで練習したりするんですよ。練習というのは、例えば今日の戸郷投手だったら、ストレートの走りというか、コントロールが良くないっていうところがありましたんで、この、ピッチャーの村上投手に対してストレートの練習をする。ストレートの練習というか、まあ打率が低いとか、まあ打たれる確率が少ないので、そこで、しっかりこのストレートの、コントロールを練習するってことなんですよ。
なんですけども、それ練習しようと思ってね、ストレートを結構投げたんですけども、それでもね、逆球が多かったりして、あんまりこう、練習の成果が出なかったんですよ。練習の成果というかね。ここで、9番でしっかりストレートを調整して、1番から、しっかりこう、制球を合わせていきたいという意図だったと思うんですけども、ここでもあんまりストレートがこう、決まらなくてね。まあ、打ち取ったんですけども、全然打ち取ったんですけども、プロ野球の特にセリーグなんかはこういうことが、結構あったりするんですよ。9番にピッチャーが入るから、自分が調子を良くないボールを、ちょっとこう、折り混ぜて、感覚を良くするみたいなことがあるんですけども、今日はね、これ、村上投手に対して、東郷選手はストレートの練習をしたんですけども、そこが練習で修正しきれなかったんですよ。で、結局これ2アウト2塁から、森下選手に、これ、インコースストレートの要求だったんですけども、ど真ん中に入ってしまって、ツーランホームランっていうところで、まあ今日ね、まあ岡田監督のインタビューもありましたけども、まあ僕もそうですけども、まあこの、村上投手と戸郷投手っていうところで、そんなに点は入らないっていう風な予想をしておりました、してたんですけども、このツーランホームランを皮切りに、非常にこの戸郷選手の、調子が乱れるというかね、制球を、崩してる間にこの阪神打線がこう襲いかかるというような構図になってしまいましたね。はい、でこれ次、3回裏なんですけども、2アウト1、2塁から岡本選手フォアボールで、前の秋広選手もフォアボールというところ、もう非常にね、このコーナーギリギリ投げ込んでるんですけども、非常にちょっとだけねずれて2者連続フォアボール出すんですよ。でこの回っていうのは、先ほども言いましたけども、長野さんのショートゴロで、佐藤選手エラーして点が入ってるっていうところがありますんで、まあこれ2点取られた後のでね、どうしてもこの、2点以上取りたい、同点なんなら追い越したいっていう場面なんですけども、ここでね岡本選手結局フォアボールになってしまうんですけども、スリーボールワンストライクからのフォークボールがね、めちゃくちゃ甘く来たんですよ。ど真ん中付近に来たんですよ。なんですけども、岡本選手タイミングが合わなくて、ファールにしてしまうんですよ。これがね、僕、ちょっとレベルが高いというかね、ちょっとこう、岡本選手にちょっと厳しい意見かもしれないんですけども、正直このフォークを捉えなければ、今日の村上投手は多分打てないんですよ。もうほんま多分唯一の失投だったぐらいの感じなんですよ。ど真ん中、ほんまにど真ん中来たんですよ。なんですけども、スリーワンからこう、バーンってファール打ってしまうんですよ。ちょっと泳いでね。それで、まあ結局ファーボールになってしまうんですけど、別に打ち取られてないので、別にいいんですけども、今のこの坂本さんの調子、なんかを見てると、やっぱり数まで決めた方がいいっていう風に思ってますんで、僕は。だからこの方向をね、なんとかこう捉えて欲しかったなっていう思いは正直ありました。はい。まあただファーボールだったので、まあ別に悪くないんですけども、で、結局この2アウト満塁から坂本さんが、三振するんですけども、これもね、非常にこの坂本捕手のね、配球が光るんですよ。まあ、村上投手のコントロールももちろんなんですけども、これね、逆、いきますよ。これ、こっからちゃんと聞いてきてね。聞いてね。でね、これ、1打席目、坂本さん、これ三振してるでしょ。ストレートからフォークで三振してるでしょ。で、皆さん覚えておいてほしいのは、三振をしたバッターっていうのは、次の打席、初球から振ってくる確率がものすごく高いんですよ。それ皆さんなんでだと思います？バッターの心理になったらわかると思うんですけども、三振した次の打席っていうのは、やっぱり前の打席三振してしまった。三振してしまったっていうのはバットに当たらなかったってことじゃないですか。だから、次はバットに当てたいという思いがあるので、初球から仕掛けてくる可能性が非常に高いんですよ。で、それを逆手にとって、坂本捕手はね、初球、フォークボールでカウント取るんですよ。先ほど打ち取ったボールから入るんですよ。フォークのストライクから入るんですよ。だから坂本さんは振りに行こうと思ったんですけども、まっすぐであったりとか、カットボールを狙ってるんで、見逃すんですよ。あ、フォークか。さっき打ち取られたフォークから来たかって思うんですよ。で、こっからが坂本捕手の凄さなんですけども、一球外に、ストレート見せるんですよ、ボール球に。で、バーンって見逃す。で、坂本さん、ちょっと、タイミング遅かったんですよ、見逃すタイミングが。あ、で、その時、坂本捕手は考えました。あ、これ、坂本選手、また変化球出ないぞって思うんですよ。で、もう一球ストレート行くんですよ。で、これでまたストライク取るんですよ。で、坂本さんどう思ったかっていうと、うわー、追い込まれた。でも、ストレートって来たら、さすがにもうストレートないやろ。さっき俺を三振取ったフォーク、初球からフォーク来たから、フォークに戻るやろ。
フォークで打ち取ってくるやろって思ったんですよ。そういうところをまたね、裏書いてカットボール行くんですよ。次はストレートじゃなくてカットボール行くんですよ。で、それで見逃し三振なんですよ。で、もう全部裏書かれてるんですよ。で、満塁というチャンスで坂本さんが打てなかったっていうところですね。非常にこの、これもね、坂本捕手のね、洞察力であったりとか、この観察力。で、まあ、投げ切ってる村上投手ももちろんなんですけども、これはね、この僕が見ててね、すごくワクワクしました。これ、こんな言い方、良くないかもしれないですけども、これゾクゾクしたというかね、すごいなって、この駆け引きがね、うん、すごく面白かったです、ここはね。で、これ4回表なんですけども、先頭村上、佐藤選手が三塁打打つんですよ。うん、で、これも、1球目まっすぐかな。まっすぐで、あと5球ぐらい全部、4球か5球全部フォークいったんですよ。で、打たれるんですよ。うん、で、丸選手の、クッションミスがありまして、ここを2ベースで抑えられるところを3ベースにしてしまうんですよね。こういうところが好きなんですよ。うん、自分のホームグラウンドで、クッションなんかいつもやってるはずなのに、そこでミスしてしまって二塁打を三塁打にしてしまう。こういう一個の進塁かもしれないですけども、こういう、隙がね、後々こう大量得点につながっていくんですよね。で、これノーアウト三塁というところでノイジー選手なんですけども、大城さんね、フォークをね、すごくこう難しいワンバン、フォークのワンバンをすごくうまく、ブロッキングしましてね、これすごくナイストップだったと思います。普通のキャッチャーだったら、下手なキャッチャーだったら、もう普通にこう、パスボールというか、ワイルドピッチで1点取られてるところを、非常にこれナイストップ。1点を防いだっていうところは良かったと思います。で、これショートゴロに打ち取るんですけども、そのワンバンのフォークの後にもう一回フォークを要求してね、ショートゴロに打ち取ったっていうところで、非常にね、そのバッターの裏を書いたというかね、後ろに反らさないぞっていう意思、意味を込めてね、非常にこの、強気のリードというかね、いい配球だったと思います。で、これ、ワンアウト、まあ、点を取られてからね、坂本選手に、まあ、森下選手同様とね、同じで、打ちまっすぐが真ん中に入って、タイムリーを打たれた後ね、これ、まあ、ワンアウト一塁というところで、木浪選手に、ツーストライクノーボールからね、外ストレート要求だったんですけども、もう内ストレート、逆球行ってしまって、ライト前というところでね、まだこの回に、4回でも、ストレートをね、しっかり操れてないっていうね、非常に、戸郷選手からしたら、珍しいですね。なかなか見ない。今季初めてちゃうかなっていうぐらい、ボールを操れてなかったというところがありました。で、これ次ね、5回表なんですけども、ノーアウト一塁というところで、森下選手に、センター前ヒットを打たれるんですが、これカーブ打たれるんですけども、でね、先ほどホームラン打たれたじゃないですか、まっすぐのストレート、インコース構えのボールが真ん中に入ってしまって、カチンとホームラン打たれてしまうっていうところなんですけども、で、ここでね、大城さんは考えるんですよ。うん。大体、バッターっていうのは、打った球を消す傾向があるんですよ。消すっていうのは、例えばこれで言ったら、森下選手まっすぐ打ちましたよね。まっすぐ打ったってことは、打者心理からするとね、俺さっきまっすぐ打ったから、もう相手バッテリーはまっすぐ投げてこんやろ、初球にって思うんですよ。で、あえてここで、大城さんはね、まっすぐを要求するんですよ。うん。もう狙ってないだろうと思って、まっすぐ要求するんですよ。で、先ほどインサイド構えて、真ん中に入ったっていう経緯があるんで、さすがにインサイド構えは怖いので、外まっすぐ行くんですよ。で、外まっすぐ行って、外まっすぐ行って、ワンワンになるのかな。で、ここで、今まで投げてないカーブ行くんですよ。フォークの、制球もあんまり定まってない、スライダーもちょっといまいちっていうところがあったんで、ちょっと意表をついてカーブ行ったんですよ。なんですけども、それがね、ちょっと浮いてね、センター前打たれるっていうところで、バッテリーからすると、今日森下選手に何投げたらいいねんっていう状態になってたと思います。はい。で、ノーアウト1、2塁から、大山選手を見逃し三振取ったんですけども、これはね、インコースのスライダーを要求して三振取るんですけども、これはね、非常に良かったと思います。僕もね、頭になかったボールです。はい。まあ、やはりね、インコースのまっすぐが真ん中に入ってしまう。フォークも、ちょっと精度が悪い。で、スライダーも、ちょっといまいちだなって思ってたんで、ここをね、インサイド行きたいんだけど、まっすぐはいけないっていうところで、意表使いというかね、
思っきりこれは大山選手のインコースのスライダーっていうのは全く予想してないような見逃しだったんで、これは非常に意表使いとしてはいい配球だったなというふうに思います。ただインコーススライダーっていうのは、右バッターに対してのインコーススライダー、インスラっていうのは、非常にこのデメリットもありましてね、この場合はね非常にうまく決まったんで、見逃し三振取れたんですけども、それがちょっとでも甘くなると真ん中のスライダーになってしまい、ま、なってしまうので、ホームラン打たれる確率非常に高くなるんで、そこはねこの意表使いというか、相手が待ってないところでインスラを投げるっていうのが非常に効果的なんで、パン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 投げるボールではないということは覚えておいてください。はい。で、ワンアウト一、二塁から次佐藤選手はね、三塁打また打つんですけども、これもね、まあ、配球のあれがありましてね、先ほど、もうこれ三塁打打ってるじゃないですか。まっすぐ行ってそこから全部フォークって言ったでしょ。で、これもね、大城さんね、あ、もうさっき三塁打打ったのフォークボールやから、で、これ5球か4球ぐらいフォーク見してたんですよ。だから、もうさすがに佐藤はフォーク狙ってないやろ。まっすぐかなんか狙ってるやろと思って、初球またフォーク行ったんですよ。なんですけども、佐藤選手そのフォークまたパッコン打つんですよ。だから、佐藤選手は、わからないです。頭使ってやるタイプでは正直ないとは思うんですけども、こんだけ5球、6球見せられたら、次の打席でもフォークボール、同じボールは打てるよというような、タイプかなというふうに思います。まあ、あんまりこう頭使ってるような感じはないので、正直。僕いつも見させてもらってて、そんな感じはしないので、まあ、ここですごくフォークボールを見せたので、次の打席でも初球でも対応できたのかなというふうに思います。で、ここをね、本当にまた好きなんですけども、まあ結局宇宙間に打たれるんですけども、ブリンソンがね、これ送球マジで弱いんですよ。ふわーって投げて、で、ホームでさせなくて、三塁でもさせなくてっていうところで、もうこういう隙があるからね、ダメなんですよ。ほんまに。普通に取ってたら、ピュッて、普通に返してたら、多分ホーム、多分アウトワンチャン取れたんですよね。ああ。で、そういう、こういう隙があるから、走塁でもそうですし、まあ、守備でもそうですけども、そういうところがあるから、一人でもそういう選手がいたら、やっぱりこう、上位のチームに勝つっていうのはなかなか難しいということですね。はい。で、これワンアウト三塁というところで、ノイジー選手なんですけども、まあ、結局、ライト前を打たれる場面なんですけども、これね、これもね、非常にこの保守心理というか、非常に大城さんの考えが、僕は手に取るように分かりました。はい。一球目ストレート行きますと。で、あれ、振り遅れてるなって感じるんですよ。で、もう一球ストレート行くんですよ。そしたらノイジー空振りするんですよ。バーンって。ああ、全然合ってないな。で、もう一球ストレート行くんですよ。そしたら、ちょっと振り遅れのファールだったんですよ。で、ここで考えるんですよ。あれ次まっすぐ投げたら、どうやろタイミング合わせてくるかなって思うんですよ、普通は。なんですけども、多分おそらく今日の大城さんは、今日の戸郷選手の、例えばフォークであったりとか、スライダーとかいうのも、あんまり信用してなかったんですよ。うん、確率が悪いなって感じてたと思うんですよ。だったら、まだちょっと遅れてる、振り遅れてるから、もう一球まっすぐで押せるやろって感じて、もう一球ストレート行くんですけども、それがね、さすがに4球続けたらきっちり捉えられて、ライト前になってしまうというところな、感じですね。はい。で、これ最後、7回表なんですけども、ワンアウト1塁っていうところで、ダイソー島田、選手が出てくるんですけども、これね、普通に盗塁されるんですよ。まあ、点差離れてるんでね。まあね、まあ、その、なんていう、重要度は高くないんですけども、これね、さすがにこの田中投手ね、クイックもうちょいせなあかんわというふうに思います。やっぱりこう、ね、中継ぎで出ていくピッチャーなんですから、やっぱりある程度ね、クイック、まあ今日は点差開いてるから、まあまあ、あれなんですけども、これからね、いろんな緊迫したゲームとか、いろんなゲームで投げていく、足が速いランナーがいる中でも投げていく場面があると思います。だから、もうちょっとね、クイックをしないと、さすがに大城さんがいいボール投げててもおそらくセーフやし、これはね、もうちょっとまあ、今すぐ改善しろっていうのは難しいんで、まあ、赤星、選手じゃないか、赤星さんも言ってたんですけども、これは来年以降にね、しっかりこれ、クイックの練習もしていかないといけないなというふうに、僕も感じましたし、赤星さんも同じこと言ってました。はい、そんな感じでね、今日は大敗してしまった試合なんですけども、非常にこの、キャッチャー目線で見るとね、面白い。駆け引きであったりとか、この、打者心理であったりとか、保守心理みたいなのが、
非常にこう目まぐるしくね動いてましてね、大差で負けたゲームなんですけども、非常に僕にとっては面白い試合になりました。はい、こんな感じでね、元ジャイアンツの選手であった僕小山翔平がジャイアンツ情報をね本当に毎日ね毎日動画を YouTube にアップロード、してますんでね、ぜひね野球を勉強したいとか、野球が上手くなりたい、もっと頑張りたいとか、ジャイアンツってなんで勝てないんだとか、そういう風に思う方いらっしゃいましたので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、今日も遅いのでね、こんな感じで終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そんな感じで今日も終わってきます。じゃあねー、バイバーイ。